はい、今回からこちらのゲーム、義賊は這い上がるというゲームを実況していきたいと思います。謎解き一本道ダンジョンをね、以前実況したんだけど、その制作者さんが作ってある、謎解き脱出ゲームなのかな？ということで、謎のクオリティにも、期待しながら、楽しみにしながらやっていきたいと思います。スタート。オープニング見ますか？見ます。俺の名前はローレル。悪徳商人相手に盗みを働いている、いわゆる義賊だ。はいはい、ネズミ小僧みたいなもんね。はい。今日泥棒に入ったのは、バングロという商人の活動拠点の一つだ。めっちゃ宝箱置いてあるやん。いや、泥棒というよりも、ちょっとした偵察だ。バングロは名の知れた商人だ。だが、裏では雇ったコロツキを、雇ったコロツキで誘拐事件を起こし、奴隷の違法取引をやっている。わわわわ。真っ黒だ。という噂が義賊の界隈では流れている。バングロね、バングロ。なんか、魚にいそうな名前。それでその証拠をつかむためにバングロの活動拠点に忍び込んでいるわけだ。なるほど、いいやつじゃないか。なるほどね、ローレル君はいいやつ。これで最後だな。かっこいい顔グラ。今回も収穫なしか。なかなか尻尾をつかませてくれないな。なるほど。なんか盗んでいけばいいのにね、ついでに。おい、そこで何をやってる？なんか発言がもう危ないやつなんだけどさ。そう、見つかったか。二人おる。泥棒だな。さあ、観念しな。いやー、その格好で泥棒だなとか言われてもな。あるいは何も盗んじゃいない。なんて言っても無駄か。よし。ちょうどいいところに窓があった。ああ、外についてるやつ窓なんだ。おお。身のこなしがさすがですね。あんなところまで逃げやがって。よし、こいつを飛び越えればいけるな。マジか。あれ？落ちてるー。しまった。まずい、こっちからは。おお、これは四面楚歌ですよ。絵に描いたような。おお、絵に描いたような、まさに四面楚歌だ。あ、捕まえたぜ。覚悟しな。なあ、こいつどうする？あの洞窟に放り込んでやろうぜ。入ってから出られた者はいないって言うのさ。いや、普通に、この、ねえ、何のために刀持ってるの、君たち。君たち意外といいやつだね。だよな、泥棒を切り捨てるだけってのにも飽きてきたんだ。ちょうどいい時にあの洞窟の噂が流れ込んでくれたな。よし、早速行こうぜ。いや、優しいね、君たち袋叩きにしないの。しかも歩かせてくれるんだ、自由に。でもめっちゃムクロがありますよ。はい。なんだ、早く行かないと切るぞ。いや、もうこれ二人しかいないならやっちまえばよくね。はい、行くしかなさそうです。埴輪みたいなのある。ずれた埴輪みたいな。一回入り口。わぁ、ダンジョンだ、すげぇ。めっちゃダンジョン。敵とか出てきそう。箱の鍵？箱の鍵？箱がまだ見つかってないんですけど。出入り口っぽいのは、あ、ここには何もないね。普通になんかあるんだけど。なんかちょっと一応セーブしますね。なんか、初見殺しっぽいのあったら嫌だから。女性。箱を開けた。1205と書いてある。1205。なんか、あ、はい、ありがとうございます。今回はまた記憶機能があるんですね。これありがてえなー。メモを取り出さなくていいのが本当にありがたいわ。はい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 。レバー。壺の中にメモがある。これはあなたを正しい道に導いてくれるでしょう。正しい道に導いてくれる。レバーを取り付けた。いや、まだ行きたくないね。ちょっと。こっちまだ見てないんですよ。なんかあるでしょ。スライムとか出てきそう。コウモリとかさ、なんかそういう敵の類。パスワードを入力してください。なんだっけ？ちょっと。記憶。1205。この機能あるからさ、脳がさ、衰退していくよね。自分が覚えておく必要もないし、一回大扉の鍵。はい、どうも。あ、すっごいブルブルしてる。敵について、はい。この骸骨は敵です。このゲームでは敵に接触するとき、聞いてない、そのシステム。はい。この敵は追いかけてくるので逃げましょう。敵は別のマップに移動すると追ってきません。ああ、そうなの。はい、わかりました。めっちゃ早くもないかな。い
でもなんかさ、動きがちょっと面白いわ。ああ、いいね、いいね。はい、OK。でもあいつに追いかけ回されるの嫌だな。はい。じゃあ行きますね。1階の大扉の鍵を使った。あ、鍵がないと先進めなかったんだね。いる。いる。めっちゃいるやん。めっちゃいるやん。え?ちょっとこれはさ、いや、これいけないやつ。うわ、ちょっと。詰まっちゃダメ。ああ、もうめっちゃ起き上がってくると。あ、こっちだってたっけ。ああ、ダメだこりゃ。ダッシュできんだっけ。できないわ。ダッシュできない。で、こっちに行って、待って。無理じゃね?ちょっとよく見よう。この先の、あ、いや。待って。ちょっと待って。セーブ。これなんかある。なんもないんかい。めっちゃメモ落ちてる、なんか。うわ。いやこれ覚えておけないんですか?ちょっと。ちょっと一応喋っときますね。これ絶対 N、あれじゃん。何やったっけ番号 ?12 なんとかあったっけ?関係ないかな?スコップ。穴の開いた紙。ゲームの謎解きや仕掛けでは、メニューを開いて使用するアイテムと、持っている状態で特定の場所を調べることで自動的に使用するアイテムがあります。メニューでアイテムを開いたときに、白字のアイテムはメニューから使用するもの、青字のアイテムは自動で使用されるものです。ちなみに今入手した穴の開いた紙はメニューで使用するアイテムです。はい、わかりました。これに使うんですね。メニューで。はい、はい、はい。N って北だよね。N は北だよね。これなんだ ?W は、ウエスト、東に、9歩。南に8歩。1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8 なんもないやないの。なんもないよね。なんもないよ。スコップとか使える?ちょっと待って。スコップ拾ったよね。あ、勝手に使うのに。なるほど。ウエストって、もしかして西?あ、もう一回使っていいですか?ウエストが、もしかしたら、いや、ウエストは西だ。西に9で、下に、左に9、下に8ね。はい。2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8 はい。地面をスコップで掘った。イエス。箱が出てきたので、開けてみたら、南エリアの鍵と鍵のかけら1が入っていた。南エリア。あ、ここ、うえい。もうなんなん、あいつ。もう落ち着いて謎解かせてくれよ。鍵がかかっている?え?南のなんとかって言ってたっけ?南エリアの鍵を使った。これ何?正しい方向へ進む。知らん。何これ?何これ?何これ?ああ、なるほど。矢印がね。見えつってます。はい、ありがとうございます。ちょっと。あ、
歩き回りながら、ちょ、ピンポンじゃないのよ。5081。一応、しゃべっとくか。もうこれ、これ大変よ、これ。このゲーム。謎解きだけに集中できないもん。まあ、4択だし、記録して音階やり直せばいいよね。どういうこっちゃ。5081。本当に？絶対違うと思うよ。あ、なるほどね。そして4回やるな。総当たりじゃダメだ。幻影を破らなければ突破不可能だ。前に読んだ時は別の言葉が見えた。それも幻影だよ。下の数字が気になるか、確かに関係はある。それでは最後のヒントといこうか。はい。ここだ。ちなみに、君には嫌なものに見えるかもしれないが、この姿も幻影によるものだ。はい。何を？え？ 1,2,3,4,5,0,8,1。ここだ。はい。何なのこれ。ちょっと一応じゃあセーブしようかな。これはでも看板を何回も見なければいけなかったってことよね。これが最後だ。あの3体をなんとか振り切って戻ってこい。待って、どこ行けばいいの？あ、どこ行けばいいんですか？戻ってこいだから、戻ってくればいいの？おお、もう毎回セーブこれ。もう毎回即セーブ。東エリアの鍵と鍵のかけら2を手に入れた。え？おお、戻ってきた。はい。はい、すぐセーブ。東エリアってどっち？東ってこっちよね。東エリアの鍵を使った。荒ぶってる。めっちゃ荒ぶってるけど、これ何？うわ、将棋だ。お、丸子。うわ、わからん。わからん。動ける範囲ってことね、これ、多分。はい。いや、なんじゃ、これ。将棋屋は、あ、ちょっと待って。この人なんか教えてくれたいっすね。ね、君、ね、あ、あー。あいつはなんでおるの？いやー、もう将棋はね、わからんよ。将棋、わかる人は相当頭いいと思ってますよ。これ何これ？星、1、2、3、4、5、6、7、8、9。確かこの星のところにあったのは銀、いや、金だったか？はい。K。で？ええー。ちょっと待ってね。記憶したじゃん。あれ？待て。あれ？星の位置なんだったっけ？1、2、3、4番目？下から、金さん、金だね。金は、1、2、3、4、6個移動できるっていうことでいいのかな。星の位置から金で移動できるのは、なんだっけ。ああ、もう、金が移動できるのは、左右と下と上三つ。左右と下と上三つだから6にはいけるのか。6か。こっちは。あ、なんか違うんだ。うわ。ちょっと待って。これ本当にこれ合ってんのか。とりあえず6って書いておく。金が6。この位置にあるの真ん中の
真ん中の、下から3番目。お。お。真ん中の下から3番目。ほ。あ、ほは上にしか行けないとか、ね。あ、ゼロね、ゼロ。合ってるっぽいわ。これで合ってるっぽいわ。はい。下から2番目の、下から2番目の、左から2番目。下から2番目の左から2番目。角。うーわ。横、斜めに全部いけんのか。642?じゃあ、64か。斜めに全部いけるんだよね。え?本当に?ちょっと待って。ちょっと待ってよ。角だよね。待てよ。火だったか。火?え?え、どういうこと?え、飛ぶ?飛ぶだった場合は5だけど、飛ぶ?火?6、4。ああ。右の2番目。右の2番目。K、カツラ、K。1個飛ばして、斜め斜め。1個飛ばして、1個飛ばして、斜め斜め、なんもないや。ないよね。6、0、6、4。あれ?無反応だよ。右の?一個飛ばして、斜め斜め。一個飛ばして、斜め斜め。あ、3か。ここなんだよね。ここで、あ、2だわ、2だわ。斜めなの。2。2です。6と4ともちょっと変な勘違い。1、2、3、4、5、6、0、1、2、1、2、3。エリアの鍵を手に入れた。はい。また荒ぶってる。え、ちょっとセーブしたい。え、できないんだが。マジかい。もうアンチに早く行きたい、アンチ。セーブ。オッケー。え?鍵がかかってる。どこに行けるようになったんだっけ?あ、北エリア。はいはい。うおい。足元注意。足元注意。足元注意。あれだな?これ落とし穴だな、多分。そういうことよね。でもこれ気になる、この骸骨。なんか意味あんの?行きまーす。おーっと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 、あいつ落ち、あいつ落ちねえな、あいつ。